予防策ができれば、最終的に霊感商法の問題も解決しますし、予防に勝る犯罪抑止策はないということにつながりますから、まあ米国でも、ヨーロッパでもオウム真理教事件をきっかけとしていろんな、まあ、政策、を実現してきているわけですから、日本だけがオウム真理教事件の後にほとんど何も手つかずでやってきたことが今回の原因背景にあると思いますので、政治家の皆様にはですね、ご協力と、ご指導をいただきつつですね、私どももですね、今回の事件って本当に私どもが反省してるんですよ、もっともっと強く言ってれば、あるいはもっと先に相談窓口、二世信者も含めた相談窓口をしっかり作っていればこういうことは起こらなかったかもしれないと思うと、非常にじくじたる思いをしていますので、私どもも協力したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。